はい、ABC スタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ライトルームクラシックのお話をしていきたいと思います。ついにですね、ライトルームクラシックがバージョン10までね、伸ばしてきました。バージョン 10.0 ですね。今日はね、新機能についてお話ししていきたいと思いますので、興味ある方は見ていってください。先日の2020年の10月19日でですね、ライトルームクラシックね、バージョン 10.0 リリースしました。今日はね、大事なところだけ2つだけお話ししていきます。1つがこちらのカラーグレーディングっていうところと、あとズーム機能の刷新について今日はね、お話ししていきたいと思います。もう一つね、あのライブビューにもね、対応したんですけど、キャノン限定なんで、これはキャノンユーザー限定のお話になってしまうので、ここはね、別の動画また後日作ろうと思いますので、キャノンユーザーの方はね、ぜひそちらの方も見てみてください。はい、じゃあね、今日はこのカラーグレーディングとズームについてなんですけど、こちらのね、カラーグレーディングめちゃくちゃいいですよ。皆さんね、すぐにね、バージョンアップしてください。この機能を使うと、自分の写真に個性をね、味付けできるので、ぜひね、見ていってください。はい、じゃあ早速こちらライトルームクラシックなんですけど、 10.0 にもうバージョンアップしてます。こういう感じでね、 10.0、カメラローは 13.0 ですね。カラーグレーディングはこの現像モジュールの中の、下の方ですね、こちらの HSL カラーの下にこのカラーグレーディングがね、追加されてます。こんな感じのカラーホイールがね、あの乗っかってるので分かりやすいと思います。以前ね、ボリューム4でね、お話しさせてもらった明暗別色補正っていう機能があったんですけど、その明暗別色補正のもう上位互換ですね、機能が強化されてさらに使いやすくなったっていうね、ツールになってるので、明暗別色補正ね、ずっと触ってきた人はぜひここを覚えていってほしいと思います。でちなみにその明暗別色補正はなくなりました。これにもうアップグレードされたので存在しません、残念ながら。なんでビフォーアフターの動画ね、作れなくて申し訳ないんですけど、カラーグレーディングね、見ていきたいと思います。はい、でこのカラーグレーディングなんですけど、色をね、調整するツールになるんですよね。明るさ別で、調整するツールになってます。これシャドウ中間調ハイライトってありますけど、シャドウっていうのはヒストグラムのここの部分ですね、暗い部分で、ハイライトっていうのがこのヒストグラムの明るい部分で、中間調はこのヒストグラムの真ん中の部分ですね、明るくも暗くもない中間あたりの明るさの部分をそれぞれね、色調整ね、できるツールになってるんですよね。で一方でこちらの HS カラーっていうのは、色別で明るさとかね、色の濃さとかを調整するモードだったんですけど、こちらのカラーグレーディングっていうのは明るさ別で色調整を行うツールになってます。はい、じゃあもう早速ね、触っていきたいと思います。じゃあ例えばこちらのシャドウのこのカラーホイールをギュッとこうオレンジの方に持っていくと、この写真の中の暗い部分ですね、暗い部分だけにこの暖色をね、付け加えることができます。じゃあ今度はハイライト、ハイライトには逆に寒色系のこのブルーを乗っけたいと思います。そうするとこの写真の中の明るい部分ですね、明るい部分だけにブルーをね、加えることができます。で最後にこの中間調はマゼンタ足してみましょうか。こういう感じでギューッと、そうすると写真の中の中間的な明るさ、もうヒストグラムの真ん中の部分ですね、いろんな色が載ってますけど、いろんな色に対してマゼンタをね、加えることができます。なんでこのシャドウとハイライトはね、そんな変わらなかったんですけど、この中間調はね、この写真の中の中間調がね、割と大きな割合を占めてるので、ここを触ることによってだいぶ雰囲気変わりますよね。見てください、この真ん中だけ色がこう変わってますよね。はい、で一方シャドウはね、こちら側なんですけど、シャドウをいじるとこういう感じでシャドウ側のみがね、色変わります。でハイライト、ハイライト部分もこういう風に触ることで、ヒストグラムの右の部分ですね、明るい部分だけをね、触ることができます。こうすることによって明るさ別で色を調整することができます。はい、じゃあ一個ずつね、説明していきたいと思いますので、一度初期化します。で、この色調補正のこの3つのアイコンなんですけど、3つのアイコンだとこう3つともね、表示されます。シャドウ、ハイライト、中間調ってあるんですけど、一方でこの真ん中の黒、グレー、白のアイコンをね、クリックすることで1個ずつね、大きく表示することができます。じゃあ中間調を使ってね、1個ずつ見ていきたいと思います。これカラーホイールと言われる円なんですけど、まずね、これ真ん中に点がありますよね、真ん中にこの丸があるんですけど、これを円の外側に持っていけばいくほど、このようにね、サイドがね、上がっていきます。で真ん中に戻すと
サイドが下がります。外側に行けば行くほどサイドが上がります。この場合ね、黄色の方に向かって外に広げてるんですけど、このようにね黄色が強くなります。じゃあ一方でこう青い方に持っていけば青の色が濃くなります。でヒストグラム見ても分かりやすいと思うんですけど、この中間調は真ん中の値ですね、ここら辺の色情報が、じゃあ青に持っていくと青がねビューッと上がっていきます。で逆に黄色の方に持っていくと黄色だけがね強くなっていきます。この円を外側に持っていけばいくほど彩度が上がります。じゃあ今度はですね、外側にあるこの点ですね、これはこのようにねクリックしながらドラッグすると色相をね変えることができます。ここの値見てください。色相だけのね、値が変わっていますよね。こうすることによって中間調の色合いや彩度をね変えることができます。でもちろんこの輝度っていうのがあるんですけど、輝度っていうのは色の明るさですね、明るくするのか暗くするのかっていうのを調整することができます。でこの円の中にある丸なんですけど、これね自由に触ることもできるんですけど、じゃあ例えばここにある状態でクリックをして静止します。そうするとこのラインができるんですよね。ラインができることでここの色相を固定したまま彩度をね調整することができます。こっち側でもクリックをして静止しておくとこういうね固定したラインができます。もしくはシフトを押すとねこのラインができるんですよね。ラインができるんですけど、もう固定されたままこの彩度をね調整することができます。こちらでシフトを押すとラインができるんで、固定したまま彩度を調整することができます。はい、じゃあ今度は彩度固定で色相を調整したい場合は、もうこの外の円をね触ることで彩度を触らずに調整することができます。もしくはコマンドをしながらこの内側の円を触ってもできます。まあ同じようなことなんですけどね、外側の方が繊細に調整はできそうですけどね。はい、初期化します。でこの3つのアイコンにまた戻るんですけど、じゃあ次はですねこの合成です。合成っていうのはこのシャドウとハイライトの重なりの度合いをね変えることができます。例えばじゃあシャドウ部分にこうシアンを足して、ハイライト部分にレッドを足します。で合成をプラスに持っていくとこう重なりがね濃くなります。でマイナスにすると重なり具合がね弱くなります。でバランスっていうのはこのシャドウと中間調とハイライトのバランス調整をすることができます。じゃあ例えばこういう感じでちょっと触ります。で触った状態でバランスを0より上にするとハイライト部分が強くなります。マイナスにするとシャドウ部分が強くなります。こんな感じですね。シャドウはシアンですね。でハイライトは暖色系なんですけど、強くするとハイライト部分が強く出てきますし、マイナスにするとシャドウ部分が強くなってきます。という感じでシャドウ、ハイライト、中間調別で色のね調整をすることができます。じゃあもう一回ね戻して、でもう一つねあるんですね。もう一つねこの全体っていうアイコンがあるんですよね。これ一番わかりやすいですよね。写真の全体、もうヒストグラム全体に及ぼす、ホイールになってます。例えば全体的に暖色系にしたいとかね、寒色系にしたいとか、緑かぶりさせたいとか、マゼンタかぶりさせたいとかね。外に行けば行くほど彩度上がりますし、円の外側を回すことによって色相を変えることができます。その色自体の輝度をね調整したりすることもできます。はい、なかなか便利な機能ですよね。でこれホワイトバランスとどう違うねんって思われる方いてると思うんですけど、ホワイトバランスっていうのはもうなんていうんですかね、色を整えるツールになりますね。例えばじゃあ思いっきりね緑かぶりしてしまってる写真をここで調整したりとか、間違って暖色系で撮影してしまった写真をこの色温度でね調整するっていうね、この色をちゃんと整える、正しいホワイトを調整するっていうイメージですね。で一方で今回お話しさせてもらったこのカラーグレーシェーディングっていうのはカラーを付け加えるというような、自分の味付け個性を出すっていうようなツールかなっていうイメージになってますね。ホワイトバランスよりもできることは多いですし、で直感的に分かりやすく触れるのですごいおすすめな機能になってます。このトーンカーブの RGB 補正よりもね使いやすいと思います。こちらのカラーグレーディングはね初心者向けかなと。このトーンカーブに関しては上級者向けに対して、このカラーグレーディングは初心者中級者向けのツールになっていると思いますので、ぜひ触ってみてください。はい、じゃあもう一回初期化しまして実演してみましょうかね。この写真に関してちょっと色のね芯をずらしていきたいと思います。シャドウ部分にシアンを足して、
でハイライトにちょっと暖色を足す、こんな感じですね。でバランスをちょっと上げることで、こういう感じで温かみを足して、でちょっとノスタルジックな雰囲気に変えることができました。はい、これビフォーで、これアフターです。ビフォーアフターです。比喩じゃなくてその名の通り自分色に写真をね染めることができるので、ぜひ触ってみてください。はい、という感じでめちゃくちゃ便利な機能なんですけど、このカラーグレーディングっていう機能ね、実はキャプチャーワンっていう別のソフトではだいぶ昔から搭載されてる機能だったんですよね。ちょっとダサくなんですけど、そのキャプチャーワンでもねちょっと見ていただきたいなと思います。キャプチャーワンではね名称がねカラーバランスっていう名称になってます。同じようにこんな感じでね、シャドウ、中間調、ハイライトってあって、でそれぞれこういう感じで色をね調整することができます。こんな感じですね。はい、それぞれねシャドウ、中間調、ハイライト、それぞれ別を1個ずつも表示できますし、マスターを押せばね全体を一気に変えるモードも搭載してます。個人的にはライトルームクラシック真似てきたなっていう感じはするんですけど、まあ、ここら辺の機能っていうのはヒストグラムとかトーンカーブとか同じようにレタッチソフトにはデフォルトでついてくるような機能になってきてるんかなっていう感じですね。はい、ということでカラーグレーディングのお話でした。はい、じゃあ続きましてもう一つの新機能ですね、ズーム機能についてお話ししていきたいと思います。ズーム機能がね刷新されたんですね。はい、こういう感じでスクラブズームとボックスズームっていうねズーム機能が新しくね搭載されたんですけど、もう簡単です。これボックスズームはもうコマンドを押しながら、ドラッグして四角を囲って手を離すと、その囲った部分だけズームすることができます。ボックスズームはねこれズームしかできないですね。これズーム一方です。引きはできません。こうやってねグワッとズームすることができます。でクリックし直すとまた全体表示に戻ったりとかフル表示に戻ったりとかはできます。はい、それがボックスズームですね。もう一つのズームがスクラブズームです。スクラブズームっていうのはこのシフトを押すとこういうねこういうアイコンになります。でこのアイコンの状態のまま写真をクリックして右に行くとそこをねズームインできるんですよね。で逆に左に寄せるとズームアウトできるんですよね。で例えばこの建物にズームインしたい場合はシフトを押しながらクリックして右にドラッグするとズームインすることができます。でズームアウトする場合は左に寄せます。そうするとズームアウトすることができます。でボックスズームはコマンドって言いましたけど Windows ではコントロールキーですね。スクラブズームは、シフトキーそのままですね。 Windows でもシフトキーになります。注意点がね2つほどあるんですけど、1点はこのライブラリーモジュールの場合はスクラブズームがね効きません。今シフトボタンを押してるんですけどアイコンが変わらないです。ボックスズームはできるんですけどね、コマンドを押すとこのボックスズームのアイコンに変わって囲って離すとズームインすることができるんですけど、このねスクラブズームは現像モジュール限定になります。現像モジュールじゃないとスクラブズームはできません。それが注意点一つです。もう一点の注意点がこれね GPU を調整しないとスクラブズームは使えませんよというふうになってます。 GPU の調整はこちらの環境設定のここですね。はい、これチェックマークがねついてるからスクラブズーム使えましたけど、これチェックマークを外してこちらのねディスプレイに GPU を使用にもチェックマークが外されている状態にするとグラフィックアクセラレーションが無効になってます。この状態だとねスクラブズームね使えません。これ今シフトをしてるんですけどこう出てこないんですよね、このアイコンが。で環境設定で、このディスプレイに GPU を使用にするとこうね、スクラブズームができるようになります。なんでこの2点だけね注意してください。はい、でここら辺のズーム機能なんですけど、自分はね使い慣れてきたこの全体と 100% 表示これに結構慣れてるので、このスクラブズームとボックスズームはどうかなと思います。わざわざ使うかなっていうところですね。写真のね右下でクリックするとここにズームインしてくれますし、もう一度押すとズームアウトしてくれるんで必要に応じて使ってみてください。必要に応じて使ってみてくださいってめっちゃじゃあ使ってますよね。はい、という感じで今回は、カラーグレーディングとズーム機能の刷新についてお話しさせていただきました。はい、というわけで今回は以上になります。それではさようなら。